あ、なんだあれ。あ、イノシシか豚か。くそ、早えなあいつ。どっか行ったぞ。皆さんこんにちは、柚木しろです。はい、今回からフォレストやっていきたいと思います。いやー、実を言うとね、これね、気になってたゲームの一つなんだけどね、なかなかねこう買うか買わないかね迷っててね、で買ったんだけどね、実はちょっと積んでたりとかしてなかなかね実況できなかったんですが、この度ね、めでたくね私ねフォレストデビューしたいと思いますよ。はい、ということでね、まず墜落したので、飛行機がねちょっとね今物資をね集めてますよ。いやー、これね大事だよね。まあちょっと自分のマルチの方でねちょっとだけマルチじゃねえな、シングルプレイかな、1回2回ぐらいねちょっとだけねやったんだけどね、いやーこれ結構難しいもんだね。うん。いやー、ゲームはね、基本難しいもんですよ。ということでね、まあゲームやっていこう、ゲームやっていこう。はい、うわ死んでる。いやー、そうこれねアイテムゲット、ほっ、よいしょ。ね、こういうのね、壊して、壊してさ。よいしょ。物資をね、手に入れてこう、どんどん。よしよし、オッケーオッケー。いやー、フォレストね、結構難しいからね、うまくいくかな。ちょっと、そうそう、ちゃんと下見て、壊さないと、開かない。よいしょ。さてね、これね、最初はね、何しようかな。やっぱこう、物資を集めて、まあなんかね作れたらいいと思うんだけど、まず拠点を作らないとねいけないよね。うん、まあ仮住まいのさ家建ててみようか、これね、仮住まいの家。なんかセーブできるようなさ家をね建てていきたいと思いますよ。その前にちょっとねこれね物資をね調達してみよう。うん、皆さんどうですか、フォレストやってますか？あら、食べ物が取れない。あ、取れた取れた、びっくりした。いや、もうさ食べ物ないとさつまんだよね、基本的にさね。私前回ね一人でやった時ね積んだ原因がね食料不足。うん、あら、取れない食料不足で積んだんです、積んだんです。あら、アイテムってそんなにいっぱい？あーじゃないよね、これね。あ、そうだ、クラフトしとこうか。うん、これ、あ、そうだね、これで OK。そうそう、これ間違いでね飲んじゃうんだよいつも。気をつけんとね、これ火炎瓶ね、火炎瓶最強だからさ。マジでね一回原住民に会って戦ったんだけどね、いや火炎瓶でねなんとか生き延びれたんだよ。うん、なので火炎瓶をねどんどんね作っていけるようにね集めていこう。うん、集めていこう、どんどんいこう。よいしょ。こな入ってる。なんで取れないの？マークがさ出るときと出ないときがねあるな。いやー、でもフォレストね私前やったときよりもグラフィック綺麗になったような気がするんだよな。まあ、アージョン違う違うなんだよアージョンアップって。バージョンアップがねもう唾が飛んだし、リアルでさもうバージョンアップでさ、フォレスト結構まめにねバージョンアップがあるみたいでね、いいよねそういうゲームは。まあ開発の方がねきっと頑張っているんだろうね。うん。はい、いやーどうしようかな、ぐたぐたになりそうだけどねパート1はね、まあ初心者ということでね、皆さんにね許してもらおうかなという感じでね、やっておりますよ、やっております。はい、いやフォレストもねこれね長くやれたらいいかなとは思うんだけどね、どうかな皆さん、フォレストは好きですか？知ってるかなまずみんなこのゲーム。あ、そうだ、この近くに爆弾あるんだ。爆弾というか、あ、これこれな、セムテック爆弾作れるやつや、これ取っとこ取っとこ。いやー、これな皆さんどうですか、フォレストは知ってますか？いや、こういう感じのねまったりできる感じのゲームはね私結構好きですよ。私の感想やな、一感想でしかないがな今の。これぐらいかもうないかな、そろそろあれから、旅に出る時が来たか、これ私もついに。どうしよう、仮住まいを建てたいからさないよね何も。あ、よこせ肉よこせ、皮よこせ。よいしょ、オッケー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 。ほう、バンビ。あと確かさうさぎ肉でもうさぎの皮かな、うさぎの皮でポーチが作れるって話だからさ、うさぎもやりたいな。コソコソと言ってさ、クソうさぎやらせろ。ちょっと無理だろこれ。うさぎどうやってやるんやろうな。向こうからちょいちょいと近づいてきたウサギをやるしかないよね。こういうさ、こういう感じ。ダメだな、あいつ早えわ。まあポーチは諦めよう。うん。おっ、あ、でも殺した？ああ、あれだあれだ。よいしょ、オッケー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 。なんで今の、うわ、私の声か。私の声か。オッケーオッケーオッケー。あ、リスがいる。かわいい。かわいい。いや、ここから早く旅に出よう。早く旅に出よう。ウサギ！あ、ダメだな。まあ初心者だからね、こういうこともね、あるかなーなんていう感じでね、やっていけたらと思いますが。はい。いやー、これとりあえず仮住まい作らんことにはさ、始まらないような気がすんだが、どうかな。あ、バンビ。オッケー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 。ゲット。あ、肉！マジか、持てんかも。これ、川装備できるよね。装備しよう。寒さもあるんだよね、確か。よし。オッケーオッケーオッケー。もうちょっとさ、これ、バンビをね、やれんかこれ。あ、食べ物。これ何これ、ハーブみたいなやつ。あ、いなくなっちゃった。まあええわ。こういうの集めてこ。ゆったり集めてこ。あ、今食べれるマーク出たね。なんか食べれる木の実とかもあるんだよね。そういうのはね、ちょっとね、取っていきたいな。ブルーベリーもね、あるからね。これでもどうなんだろう。食べちゃうのかな、すぐに。そういう感じでしょうか。どうでしょうか。まあね、ゆっくりやっていく感じだからね。まあそんなに焦らずやっていきましょうかね。ゆっくり。はい。ということでね、他なんかねえか、この近くさ。どこに家建てよう。仮住まいでもいいからさ、家建てたいよね。あ、木だ。スティック。よいしょ。そう、ちゃんとこれ集めていかないとね。これ壊せないんだね。どこに家建てよう。こっちの方とりあえず歩いてきたけどさ、なんかあるかな。なんか霧かかってんだけど、こんな感じだったか、フォレストって。いや、私も実を言うとね、他のゲーム実況者の動画とかをね見て楽しんでたんですよ、フォレストは。だからね、ずっとね迷ってたんだよね、自分で買うか買わないか。だけどやっぱり買っちゃったんだよね。何これ、あ、なんか白いぞ。この先行ける？なんかすごい霧がかかってんだけど、何これ？これ大丈夫？海だ。怖っ。これ以上行けないね、こっちの方。ダメだな、戻ろうか。なんかないかな。あ、何これ？あ、痛い。食べれないやつ？マジか。毒物か。痛い。毒物。痛いよね。お腹痛いの。壊しちゃった。ごめんね。さて、どこに建てよう、お家を。亀だぞ。亀がいる。やるぞ。あいつ、なんかアイテム手に入るかな。ダメか、これ。あいつしぶてえな。なんかこれ強化できるとさ、一発で倒せるって話なんで。いけるかこれ。くそ、亀。よいしょ。しぶてえな。これ無理かな。3発殴ってんだけどな、もう。どうや。出た。顔出た。ダメだね、強い。謎だよ、あいつタフだな、亀。首やったらなんかね、取れるって話だったんだけどな。あら、お魚がいる。お魚取れるかな。あ、これあいつらの家じゃね。原住民のさ、木の棒とかさ。あ、木の棒でさ、これ取れなかったっけ、お魚ちゃん。なんか今取ったな。あ、石ころか。お魚この木じゃ取れないのかな。あら、お魚取りたいね。お魚はどうやって取るんでしょうか。ダメか、これ違うな。ちょっととりあえずアイテムでさ、あ、そうだ、斧作ろう。斧作ろう。忘れた。クラフトしよう。これとこれでなんか足りんね。これかな。違うね。これで、あ、どうやって作ったかな、これ。ちゃったか、これクラフトできんがや。これ頼むよ。あ、ロープがないんだ。あ、ロープ取ろう。じゃあここでアイテム、ちょっと待って、こっちに持ち替えて、これでいこう。なんかあった時怖いからな。とりあえず斧さえ作っときゃね、安心。お、なんかあるぞ、あそこ。なんあれ。あ、ちょっと待って、これもある。これ壊そう。アイテム。よし、オッケー。あ、なんやこれ。あ、布やん。手があるんだけど、怖い怖いあ、なんかあるぞ。何何、石かよ。紛らわしいな。期待させんな。何も持ってないから期待してしまうんや、ついね。何ここ、マジでさ、血の跡だよ。ここで調理してんだろうな、あいつら。なんだ、あ、発煙筒みたいなの落ちてるけど、あ、拾った。発煙筒みたいなの拾ったよ。ロープない？ロープが欲しいんですが、私ないな。おい、あ、あんなところにさ、やだ、もう何これ、ひでえな。あ、ボール、ひどいことするな、おい。これしかしよ、ロープない？ロープが欲しいんですが、私ロープを取りに来たんですが、ないでしょうか。こちらないでしょうかないな、おい。こっちの家かな。じゃあロープくれねえな、おい。まあいいや、これ布取って、この布ありがてえや、こういう物資はね。ひでえな、おい。しかしこれなんだこれ、よいしょ。あ、ロープあるんじゃね、あれないか。あ、なんだあれ。あ、イノシシか豚か。くそ、早えなあいつ。どっか行ったぞ。なんやった今の何やった、マジなんやった今の、早すぎたんだけど。あ、ロープだ。やだ、地下降りれるんだけど。違う、私ロープ取りに来ただけなの。怖い、まだ降りたくない。あった、ロープあった。みんなあったよ。ああ、よかった。これでさ、斧作れるかな。いや、マジです。何にもね、まずパート1何も作れないとか、絶望的すぎるから。よし、ロープゲット。しめしめ。布もゲットや、これ。へいじゃないよね、もう。あ、これ。ゲット。肉にもなるしさ、いいよね。あ、オッケー。これさ、装備できたよね。これ。装備しよう。よっしゃ。変わんないよ。1個ぐらいじゃ変わんないのかな。どうなんでしょうか、皆さん。他に、あ、あるね。いや、こういう物資をね、大切にしていこう。あ、いいね、食べ物いいね。あ、いいね。布いいね。結構布あるじゃん、ここらへん。まあいっぱい取っていこうか、クラフト用にね。いやー、でもこれね、最初のセーブデータね、どれぐらい生きれるかな、そこが心配なんだよ。前の時にね、飢え死にしちゃったからさ、私へったくそだったから。まあね、まあ飢え死にしたとしてもね、私はね、何回もねやっていけたらと思っておりますよ。お、結構アイテムさ、徐々に手に入ってるね。いいねあらららら、こっち来たか。あ、これ、急いぞ。どんどん開けてこう。いた、あ、どん開けてこう。何が手に入ったかよくわからんぞ。方向がなんかおかしかったね今。なんやこれ壊せるんだっけ。あ、壊した。手に入れとこう、よくわからんけど手に入れとこう。アイテムをね、手に入れることが大事ですから、やはり。いやー、布めっちゃあるじゃんこれ。ラッキーなんこれマジで。またイノシシいるな、あっちの方。なんか干してんな。怖いよなあいつら。だ、どうせさ、あれ我々人類のさ、我々の仲間のあれオブジェでしょうか、これね。マジでさ、なんなんあのイノシシは一体なんなん。あれ倒せるんかな。行ってみよう、やってみよう。カメだ。え、イノシシじゃなかったわ。あ、そっちじゃんイノシシ。間違って、あ、あいつ早いし、移動すんのマジかよ。ここら辺にさ、家建ててもいいかな。ここ家建てたらあれ原住民来るかなね。え、でもそろそろさ、仮拠点作らんとまずいよね、仮拠点。いや、夜になるとあいつら来るんかな。でもなんかさ、地下に続く道あったよね。怖いどうしよう、ちょっと離れたところに建ててみようかな。そうしようか。うん、なんかお腹空いてるね。ちょっとお腹のすき早いよね。ほんとはさ、この肉とかも干して食べれるようにした方がいいんだよね。ちょっと暗くなってきたな。なんか作らんとまずいぞこれ。仮拠点でも何でもいいからさ、こっちの方に作ろうか。あ、布。やっぱね、木のあるところに作らないと仮拠点とかダメだよね。前やった時に、まあ、試してやったセーブデータはね、何もないところにさ、家を建てようとしたもんだからね、マジでね大変だったんだ、仮拠点作るのも。うん、ということで、あ、やだ、いる。え、まだ何も作ってないんだけど。え、どうしよう、逃げよう。やべ、ダメなんだよマジでさ、あいつ強えんだよな、やっぱ。来ないよね。仮拠点を作らせていただけないか。怖っ、やっぱいるよね。いやだってあいつらの村の近くだもん。それいるわな。どうしようかな。ちょっとここら辺にするか。ここら辺にするべ。あいついるな。あいつ。皮くれ、皮くれ。私に皮をくれ。あたたかそうな皮をくれ。皮。嘘。なんで逃げちゃうの。待って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 。ちくしょう。あんまり走るとね、体力もなくなるでね、走れんのよね。あ、いるいるいる。まだいるまだいる。近い近い。行くぞ。やるぞ。なんでだよ。逃げんじゃない逃げんじゃない。やらせてやらせて。私に。よしよしよし。あ、ちょっと待ってよ。なんなんだよもう。やらせてやらせて。あんまり走ると体力なくなるから。よし、オッケーオッケーオッケー。酔うよね。みんな酔ってない大丈夫？あ、どうかなこれで。暖かさの方は。あ、いいねいいね。これでさ、斧作れるんじゃね？これとこれとこれだっけ。あ、来た来た来た。あーよかった。やっと斧いけたね。よいしょ。これ斧装備しとこう。うん、いやーよかったよかったよかったねよかったねじゃない。ここら辺にね拠点作ろう。ここら辺に何もねえよな。ここら辺、うん、この崖の下とかね、ここら辺ら辺作ろう。ここら辺ら辺なんか日本語じゃちょっとおかしいけどね。あ、なんかあるぞ。あれあいつらのさオブジェじゃねこれ。なんでこんなとこあんだよ。ここら辺に村でもあるんかあいつらのさ。やべえよ、こういうところは作りたくないんやな。あいつら寄ってくると思うからさ。どうしよう。じゃあどこに作ろうってね話になるんですよ。もういいや諦める。なんかちまちまなんかあるよな。何これ。あ、何これ。何この木の実みたいな草みたいな。何やったんや。じゃあここにしよう。ここら辺に仮拠点をね、やっとこさね仮拠点をね作りたいと思いますよ私も。あとこね落ち着いてね、生活したいよね。クラフトはね、どうだったかな、これ。あ、これだね。そうだな。まずやっぱり、仮拠点だからね。やっぱしょぼい家。これだね。これを作ろう。これを設置してだね。よいしょ。さあ、材料は足りるか？足りないよね。ちょっと拾ってこんといかんかな。うん、ちょっと拾ってこんといかんね、これ。あるから、近く。まあ、ここら辺はね、結構物資がありそうだからね。これ作れるんじゃねえか、すぐ。これ多分すぐ作れると思うよ。早く作る。もう夜だしさ、寝ようよ早く。朝にしよう。いやー皆さん酔ってないですか？私ね前回やった時ね酔ったんだ。一人で酔ったんや。いやーこれ本当はねマウスの感度とかもねいろいろ調整してね酔わないようにしていかんといかんんだけどね。うんだから皆さんも気をつけてくださいよ酔いにはね。うん、一回ね、本当にね、ゲームでね、入ったことあるからね、3回ほどリバースしましたから、私も。はい。よっしゃ、来た。作れた。これ寝よう。寝よう。セーブもしとこうか、ついでにね。よし、オッケー。ね、仮拠点を作ったからね、どうしようかな。あ、飲み物。水がねえぞ。水な、これだけで足りるかな。お腹も空いてんな。いやー、マジでこれね、物資難になりそうだな。これからフォレストもゆっくりやっていきたいと思います。はい。それではまた次回。ゆずきしろでした。